今第1ラウンドです。赤コーナーからガードを高くして佐々木大蔵22歳、対して35歳、年代の差があります。宇都宮城、青いグローブ、青いトランクス、そこに強い左インゴ、宇都宮が前に出てきます。かばんに来ます。さて小比類巻選手、このミドルキックが佐々木は強いんですね。そうですね、佐々木選手は蹴りが一発一発が重いですよね。非常にその成長にも期待がかかってくると思うんですが、まあ、あとあの練習してる選手とかがみんなあの大蔵強い、佐々木選手強いっていうのを聞くんですけど、うん、まあ、その一方でなかなかそれがこういつも試合で出し切れてないっていうのも、まあ、本人も自覚してることなんですけど、その辺が課題ではあると思うので、まあ、どこかでこう吹っ切れてほしいですよね。そうですね、はい、まあ、あの前回あの新宿フェイスで木村実選手と戦った時なんかはその辺の、吹っ切れた感というか、ね、思い切りの良さっていうのも垣間見えたので、その辺をこの試合で、また見せてほしいなと思いますね。戦績上で言えば9勝9敗1引き分け、何かそのあたりも佐々木の白星黒星の数に出ているのかもしれませんね。しかしつまり小比類巻選手、もう練習通りにできればというレベル、チャンピオンがずらりといるチームドラゴンのファイターたちがそう語るわけですよね、でも持ってるあの能力、一発とかそういうのはありますよね、すごく、はい、まあ、ちょっとしたところなんですよね。それが抜けられればもう、うん、チャンピオンクラスの、試合ができると思いますね。宇都宮の方はこれで10勝目を狙うという戦績です。足を組み替えて前に出て左、なかなかキビキビした動きをここまでで見せています。小比類巻選手、もう2人が速さ、そして位置取りなどで自分のペースを作ろうとしているように見えますが、いかがですか。そうですね、今どちらかが、まあ、あの自分の間合いというか取ろうとしてますね。あ、今これはローブローがありました。下腹部に宇都宮のローキックが当たってしまいました。これですね、パンチで出てきたところ、右のローキック。あ、でも宇都宮選手もすごくテンポよく、あのパンチアンドロー、パンチアンドローで、本当に綺麗なスタイルで戦ってますよね。はい、そうですね、見ていてそのテンポ、気持ちがいい宇都宮ジオ。左のロングフックは佐々木、ここのリードジャブも強い。あ、拳を小比類巻選手、あの大蔵が曲げて当てるような感じ。右ストレート、はあ、今度は右できました。佐々木がダウンを奪っています。今小比類巻選手一瞬だったと思うんですけれどもね、まあ、右のパンチ合わせましたね、蹴りのモーションからそのままほとんど棒立ちになってしまうところ、左のミドルキックも打ち込んできます佐々木。左の膝も入りましたね、ダウンですね、このラウンド2度目のダウンを奪っています。時間はまだあります、まだあります、もう1回ダウンを奪えばというところだ。あ、ここでレフェリー試合をストップしています。1ラウンド KO 勝利、佐々木大蔵。